環境防災課三輪です。今回は4月から始まる粗大ごみの平日受け入れについて紹介します。これまで粗大ごみは地区ごとに年4回指定の日曜日のみの搬入でした。そのため混雑や雨天時は捨てにくい、用事や仕事などで日にちが合わないなどの不便がありました。これを解消するため4月から平日に利用できる日を月10日程度設けました。平日は地区など関係なく町内どなたでも粗大ごみを捨てることができます。まずはじめに粗大ごみについて説明します。粗大ごみとは家具類、布団、カセットテープ、乾電池などの有害ごみ、小型家電、自転車などの当院長指定ごみ袋に入らない大きなごみです。なお粗大ごみとして出せないものがあります。冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど家電4品目や消火器などの危険物などがあります。詳しくはごみの出し方ハンドブックをご覧ください。続いて粗大ごみの捨て方について説明します。粗大ごみを捨てるときはこの粗大ごみ券を使います。これは3月に各家庭に配布されます。券を1枚切ってもらい、住所、世帯主名、電話番号、搬入するごみを記入します。その日に2回以上捨てる場合は2回目ありますのところにチェックを入れてください。またご家族など複数の車で搬入する場合は複数台搬入のところにチェックを入れてください。次に粗大ごみ券と粗大ごみを持って最終処分場に行き、受付で粗大ごみ券を渡します。2回目の搬入がある方は受付にチケットを渡さず見せるだけにしてください。最終処分場ではごみの種類によって置く場所が分かれます。また場内は一方通行となっています。混雑を防止するためにもあらかじめ種類ごとに分別をして搬入してください。特に小型家電は本体とコードを別で集めていますのであらかじめ切っておいてください。またモバイルバッテリーなどの充電池は乾電池とは分けて分別回収をしております。これまで年4回地区ごとに指定された日のみの搬入でしたが、4月より平日も指定された日に搬入することができます。粗大ごみの持ち込みは年4回までとなります。また受け入れは個人の家庭から出た粗大ごみのみとなりますので、業者の方からの搬入や2トントラック以上での車での搬入はできません。詳しい内容は3月配布の令和4年度当院長粗大ごみ搬入券をご覧ください。